なんか竹虎ウォーミングアップなんかやってんな。おお。竹虎何してんのこれ。じゃあ。あ、試合前のアップ。試合前のアップでございますけど。うん、何してんのこれ。何？これなんかカラフルな。その名もドライブラインベースボールプライオボール。最近ですね、歌手で言えばキングヌーが流行ってますけども、2019年大ヒットしましたけど、はいはい、その裏で野球界で大ヒットした商品、うん、それがドライブラインのこのプライオボール。キングヌーかドライブライン、ドライブラインか、白日かドライブライン。重いボール何種類かあって、はい、2キロ1キロ、次重いのが450、225、150、100、なんかドライブラインベースボールっていうなんか野球施設があるらしくて、そのドライブラインベースボールっていう施設の中でなんかよく使われてるのがこの数種類の重さがあるボール。これを、まあ、特殊な投げ方というかアップの中に取り組んだメジャーリーガーのバウアー選手っていう投手がいるんですけど、これ使った後助走をつけて確か180キロくらい投げたらしいです。え180キロ、180キロ球速が出た。このプライオボールを使えば180キロが出る。あこれ外国の商品なんで、あんまり細かい正しい情報っていうのがなんか分かんなかったんですよ、はい、とりあえず買ってみようと。とりあえず買ってみた。100分は一見に近づと。なるほど、はい、ちょっとやってみたんですけど今、うん、ケンさんと、はいはい、カズアさんとやってみたんですけど、なんか良さそう。今やってたやつやりますか。じゃあとりあえず、おう、どうやって使うの。ビデオで見たんですけど、うん、こっからまあ簡単に言えばこう後ろに投げる。やってみて分かったんですけど、はい、これ肩だけで投げれない。ここで引っ張るみたいな。おお、ここ体幹部、手投げ、手投げじゃない、体の使い方が上手くなるような気がします。こうなんか腕を持ちのようにこうパーン、はい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 、バーン。結構投げれんね。これ力づくでいったらダメっぽいっす。なんかあ多分壊しますね。こっからこんな感じで、おお、そうそう、おお。これですね、最近ちょっと特産 TV としてやり取りさせていただいてた、うん、ダルビッシュさん2019年、99マイル確か出しましたよね。おで、なんかその秘訣は何なのかみたいな、うん、記者が取材した時に、最近フライオボールやってますと、だから万全な状態でキャッチボールを迎えれる要因となったのがこのドライブラインベースボールのプライオボールと。でもちょっと名前長いな。プライオボールと言いましょうか。プライボール、プライオ、プライオ、プライオと言いましょう。はい、よいしょ、あっ、おい、え、よし、次1キロ、1キロ、はい、重い、1キロも、あー届かない。腕でこう投げるんじゃなくて体幹を使って腕はただついてくる、はい、プラス肘がなんか変な位置にあったら多分うわ重いとか痛いなとかなると思うんで、うん、おのずと痛くないフォームにしていくと多分いいフォームになるんじゃないかと。あ、ちなみにダルビッシュさんは2種類のプライオボールをなんかキャッチボール前3球ぐらい投げるらしいです。へえ、そんぐらいでいいみたいな。3球で、はい、で出す力は5割もいかないぐらい。なんだろう、体を大きく違う。ちょっと軽い、450g。 甘い。あ、時間だよ。あいつ打った瞬間めっちゃ辛くなった。ああ次は M 級より軽い 100g。 めっちゃ軽いです。めっちゃ軽い、めっちゃ軽い。おファイナルスライダー行きます。そう、あ、すごいな。多分これ少なくていいと思います。多分 M 級行きます。とうとう、とうとう、あ、懐かしい、懐かしい、懐かしい、やっと来た。あ、すげえな。
どんな感じ？痛いです。いや、勝澤選手の球が痛い。ケンさん、普段そんな投げないですよね、強く。1球目、あ、そう、スッと入り、入りやすい。すげえ。うわー、面白い。レム級でもなんかこう、1本で繋がってる感じが出てますね。あ、ボールと一つになってる。じゃあお前も飛んでいかなあかんぞ。この日はですね、普段のアップとこのプライオボールを使ってですね、アップしたところ、あっぱれに入団して以来一番いい状態の方ができました。はい、そして僕の前で投げていたのは炎のカットボーラー勝田さん。この次のイニングで投げる予定だったんですけども、終了時間が迫ってきているためワンアウトから僕が登板することになりました。最高のアップをして最高の肩が完成したまま最終回のマウンド、この時はどの球種でも三振が取れるような気がしており、まあ、2アウトをですね、どう調理していくかワクワクしながらマウンドへ上がりました。まあ、投球練習もですね、このように脱力した状態でいい球がいっており、まあ、久々にこんなすがすがしい気持ちで登板となりました。そして楽しみに楽しみに待っていた1人目のバッター、さあ1球目を皆さんご覧ください。打球はレフトへ、それが、あっ、おっと、私完全体の竹虎一球で終了。もう一度ですね、何が起きたか確認していきましょう。はい、私インコースにストレートを投げまして、それをバッター、まあ、ナイスバッティングだったんですけども、レフトライナーとなり、ライパさんこれを取って2アウト。そして2塁ランナーが出ていたところ、2塁ベースに投げて3アウト終了。私ちょっと一瞬何が起きたのかわからないんですけど、まあまあ3アウト取れたことは抑えのピッチャーとして役割は果たせました。はい、もう一度、まあ、せめてですね、ちょっといろいろ球種試してみたいものがありましたので、せめて2球投げたかったです。まあせめてですね、ストレートスライダーは投げたかったなと。はい、まあ、プロ野球とかでも1球1セーブというものはあまりないのでしょうか。まあ、貴重な経験をできたということでプラスに捉えていこうと思います。ということで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。